ショッス田中です。今回はアバカンを使ってドミネーションやっていきたいと思います。よし、左からの右回り。いたね。盾がいるんだけど、珍しいね。もう一人なんかいなかったかな。ほっ、よし、オッケー。早くない？ちょっと待って、どういうこと。裏取られてるよ。危ないな。大丈夫かな。ちょっといきなりヘルストーム来たからびっくりしたんだけど、どうしたんだろうあれ。危ない。おい危ない。ヘルストームまで出されてるじゃないの。大丈夫かな。もっと怖い怖い。あ、裏、待て、普通ナチュラルに裏取られてるぞ。大丈夫か。やつを潰すんじゃ。オッケー、ナイス、いいね。メイト取ってないよね。また。いけますか。いけますかい。ちょっと厳しそうだね。OK。ここだ。OK。あー、厳しそうだね。ちょっと待って。ナイス。君は敵じゃないの。ちょっと待って。違う。アサルトシールド。OK。よし。君の盾使わせてもらうよ。ちょっと危ね。ちょっと B を守ります。 OK。 危ない。さあリス変わって正面に変わる。怖っ。ちょっと待ってよ。 OK。 いい感じだけど、今で B を守れてるということはこのままいったら OK や。 OK。スナイパーさんやばいんだけど、黄昏れてんのかなってぐらい。そこのね、まっすぐはね、もう来たら私が行くんでね、多分来てもしゃあなしだと思いますよ。オッケー。ちょっとここでちょっかい出しておこう。あんまりね B に行ってほしくないからね。ナイス。怖い。危ない。あ、リスキルごめんよ。ちょっとね、暴れ足りないみたいですわ。お、味方さんが、あ、これリス反転しそう。あ、 B のあれだ、スロープ脇だ。よし、打っといた。多分大丈夫。あ、やべえ、マジか、くっそ、まさかの B からの。あー、これ来そうだな、これ B の。大丈夫かな。おお、スモーク焚いてるぞ。ん？敵が後ろから攻めてきてんのかこれ。あ、なんかそんな気がする。待ってよ。 UAV やばい。オービタルは一応取っといたよ。 OK。人働きした感じのね、この休息みたいな感じだけど、でもまだまだ終わってないからね。 B 取られたらまだまだ点差は25点しかないんだ。ちょっとやばい。危ない。機銃ができ始めたぞってね。どんまい。よし、これで一安心させてくださいな。あ、待って、後ろ、まさかの後ろか。いやー、オービタル出したいけど、残り1分でオービタルは出せないな、残念ながら。次のラウンドに任せますけど、リロード。待って、危ないんだよな本当に。君たちはほっとくとすぐ来ちゃうから。ちょっと待ってよ。 あれはほっとこう、無害だ。多分無害だわ、あれは大丈夫、ほっといても。その後ろで、後ろ。 OK。 よし、取れんじゃね。最後取って終わりたいね。ちょっと OK、 さっと逃げるぞ、さっと。お、怖い、来てる。危ない。おー、待って、あー、くっそー、あとエルスト持って帰りたかったんだけど、まあ仕方がない。200ポイントを上げよう君たち。そう、あ、もらおう。最後に持って帰る。最後の最後にラスキルをよく狙う男ですから。おー、いったね結構。おー、最後の最後にまたこれいけるんじゃない。あー、くそ、死んだ。欲が出るんだよな本当。
というね感じで、もう欲といえばね、最近あのヘッドホンの話題したじゃないですか。この前なんかヘッドホンのね話してたら、サーチのやつでね、途中から試合がもう試合というかもう真っ黒になるっていうね、あれっていう風な動画を作ってしまったんで、それの続きを今回話したいと思います。中古でヘッドホンを買うときに何が、ね、何に気をつければいいかっていう話をしますね。中古でヘッドホンを買うときっていうのは、まずヘッドホンっていうのは、まあどこが交換パーツかっていう、交換パーツが限られてくるんですよ。ケーブルとイヤーパッドを大体交換パーツとして扱ってるんですけど、まあ大体だから中古のイヤー、まあ、ヘッドホンで見るのはイヤーパッドっていうね、そんな感じです。ほら、君は、あ、逆に変わってる。君、お、マジかよ。待って待って、相手が機銃になってる。ちょ、まずい、これは。オービタル出す。緊急措置だよ。緊急、緊急措置だけど。大丈夫かな、これ。敵のエルスト若干来てるよ。うわ、マジかよ。待って、カウンターだと。おいでおいで。あー、マジか、横来た。ナイスビー。あー、カウンターマジか。ちょっと待って、カウンターでオビタルが死んでもた。まあそのイヤーパッドをね、まず交換すること考えるんで、そのイヤーパッドの状態の確認をどうぞお願いします。イヤーパッドっていうのは、革、合皮があったり、合皮だったり、あとはベロアっていうね、なんかふわふわした感じのやつに、ふわふわというか、なんかなんだろうな、生地が、まあなんだろう、ベロアっていうそういう生地があるんですけど、なんだろうね、ふわふわしてるやつがあったり、あとスポンジっていう3種類が主にあるんですけれども、まあそれでね、やっぱり革のヘッドホンっていうか革のイヤーパッドっていうのはどうしても劣化がね、まあ劣化してるものもありますので、それが劣化するとボロボロね、革が剥がれてきたりだとかするんですよ。で、ベロアのやつは、ただの、まあ、そこまであれは劣化しないんですよね、イヤーパッドの中でも。うん。で、あと、その、スポンジは、スポンジがまたボロボロと落ちてきますよ、と。そこを注意して、まあ、買うときはね、状態確認をね、お願いします、という感じです。で、あとは、ケーブルなんですけれども、ケーブルがそもそもダメだと、イヤホンじゃねえや、ヘッドホンはね、ジャンク品としてね、出されるんで、まあ、ジャンク品って書かれてるところはちょっと注意してね、という感じですね。まあ、だから、基本ヘッドホンの、まあ、気をつけるところって言ったらイヤーパッドですね。イヤーパッドっていうのは大体交換するのに4000円ぐらいかかるんですよ。4000円から高いもので2万円ぐらいかかるんですよ。それはその機種によるんですけど、それが取り寄せできるものだったり、取り寄せできないものだったりとかいろいろあるんで、そこら辺をね、うまいこと見極めないといけないんですね。はい。だから、あ、このヘッドホン定価安いよ、買おうみたいな、そんなことやってたら結構お金飛んじゃうこともあったりとかするんで、買うときは気をつけてねって、そこら辺本当に。まあそこは事前に調べたら分かることが多いので、そこは調べましょうというわけですよ。まあ、あとはそういうところ見てたら、大体ね、ケーブルが変色してたりだとか、そういう風な目に見えてわかるような異常がなければ、まあ、さほど、おー、ナイス。今のどうだったの？サプレッサーの音がしたんだけれども、大丈夫か？よし。いるじゃん。よう、こんにちは。元気してた？よし。あばば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 、危ない。あー、ここにいた。まずいね。死っちゃうか、これ。行こうぜ、スナイパーさん。相手にもいたけど、こっちもいいんだよね。まあ、いいんじゃないの？そういうバランス取れてて。で、まあ、だから、ケーブルは着脱式とか、まあ、いろいろ種類があるんですけれども、その着脱式のやつだったら、ケーブルはね、交換できますよと。ケーブルの交換はね、だいたい5000円から1万、2万、3万と、まあ、どんどん上がっていくんですけど、いいケーブルになればなるほど。まあ、だいたい5000円ぐらいかなという、そこもやっぱね、調べるのが必要なんですよ。いかんせん、やっぱ中古のものってね、調べないといけないところが多い。まあ、当たり前の話ですけど、その中で、まあ、イヤーパッドっていうのがね、ヘッドホンで、まあ、イヤーパッドだけ気にしてりゃ問題ないんですよ、あとは。あとは、それで、まあね、破損してたりだとか、もう物理的にね、ぶっ壊れてたりとか、そんなことじゃない限り、さほどね、気にすることもないんですけど、まあいろいろ気になるんだったらば、自分がその狙ってるヘッドホンですね、調べてみてはいかがですかと。
調べたらすぐ分かりますよ。あのヘッドホンっていうのは意外とやっぱり修理してたりする人が多いので、その交換がいくらだったりっていう書き込みがあのいろいろなところでされてるんで、ブログとかね、そういうレビューとかにもねされてるんで、そういうところを見て自分が欲しいヘッドホンをまず選ぶ、そして中古で買いたいんだって中古を見つける、そして自分のそのヘッドホンにはどういうものが、まあね、どういう難点があるのかというのを徹底的に調べてください。調べずに買ったら情弱ですからね。はい、というわけで今回はヘッドホンのね、買い方ですよ。中古のヘッドホンをねこんな感じで選びますよという感じで喋ってきましたけど、皆さんね、だから中古のヘッドホンって言っても結局は自分の体に触れる部分を交換するって考えたら楽ですよ。ヘッドホンの一番上のあの頭部分に当たる部分ですね、そこもヘッドパッドって言ってね、そこがスポンジだったり革だったりしたら交換したりっていう対応もできるものもあるので、まあいろいろ千差万別ありますけれども、まあそこイヤーパッドが特に重要かなという感じで今回は終わりたいと思います。皆さんもねいいヘッドホンを見極めてください。そして何よりも大事なのは直接聞きに行くことが大事です。はい、自分の好みの音っていうのがね、高音より低音よりとかそういういろいろな、ね、ものがありますので、僕のね、僕も聞いててもあこれはいいけどこっちの方がいいなみたいな、いろいろね価格帯にもいろいろ違いが出ますので、ぜひ視聴してみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。